マッハフレームな奴ら。これはツイッターの大人気漫画四駆な奴らとアルディチャンネルのコラボ企画で、リモートレースで連戦連勝中のマシンセムファングを討伐するべく、マッハフレームのワンメイクリモートコンデレを開催。およそ80台の中から選ばれた3台のマシンがトーナメントに挑み、打倒センムファングを目指します。会場は今回も埼玉県川越市にある K ホビーさん。お店常設のこちらのコースレイアウトを参加者には事前に告知。このコースに合わせたセッティングでマシンを郵送してもらっています。スターターには前回大会同様、K ホビーミニ四駆担当さんにお願いします。本日スターターを務めます K ホビーミニ四駆担当ザリガニです。よろしくお願いします。ミューズミニ四駆部ソエルン方添島美咲です。今回の審査員ソエルンが会場に緊急参戦。スターターをしていただけることになりました。かっこいい。いやもうこれ私ツイッターで見た時からかっこいいなって思ってたんですよ。てか私の候補にもずっと入ってたんですよ。それみんなに入ってますよね。かっこいい、かっこいいぞ、やばいぞ、ボスみたいな貫禄が出てますよ本当に。え、これすごい、手でちゃんとライン全部引いてあるんですね。すごい、え、細かっ。カーボンのところのカラーもちゃんとそれぞれの色になってるんですね。あ、出ましたよ。こちら。だだん。ソエルン賞。いやー、これはね、これは私の好みドンピシャなんですよね。ソエルン賞に選ばれるために作ったみたいなことを書いてくださっていたので、あ、すごい、なんか私のことを見てくれて、私のことを考えながら作ってくれたのかなって思いました。そんなマシーンをソエルンさんが倒すかもしれません。あ、もう、ひねり潰してやろうと。やってやろうと思います。今回の対戦はこのような形になっていて、まずはここマッハフレームのやつらナンバーワン決定戦を行います。レースは3台のマシンを入れ替え3レースを行い、1位3ポイント、2位2ポイント、3位が1ポイントを獲得。3レース終了時点で合計ポイントが多いマシンが勝利となります。参戦する6台のマシン、この中から頂点になるのは果たしてどのマシンなのか、全く予想ができません。いきたいと思います。はい、ではスイッチオン、スタンバイ。それでは第1レーススタートになります。シグナルに注目。まず抜け出したのは、これはスーパーマッハ5。スーパーマッハ5が頭一つ抜け出しました。そしてこの立体セクションを軽々と抜けていって2、3周目。ファイナルラップも立体セクションでロスを出すことなくゴール。全く乱れることがないスーパーマッハ5。圧倒的な速度で第一レースを制しました。早すぎて。わけわかんないです。私、待って、私、ダメだ、勝負なんだよ、私。ほんと早いの？なんか喋ろうと思ったけど、早すぎて、ちょっと間が空きましたもん、数秒。そうですね。なんかこのスピードに慣れる時間が欲しかったですね。うん、ちょっと、なんか、脳が理解してなかったんですけど、何が起きてるのか分かんなかった。コンデレで選ばれて、なおかつこんだけ早いって、ついていけないです。3台のマシンの速度に驚き、バタバタしましたが、第1レースは、1位スーパーマッハ5、2位 B ボーイ、3位大谷さんとなりました。レーンを入れ替えて第2レーススタート。またもや抜け出したのはスーパーマッハ5。2位で大谷さんが続く中、 B ボーイがまさかのコースアウト。1位マッハ5、2位大谷さん、そのまま一体を抜けてマッハ5がゴール。2位は大谷さんとなりました。圧倒的すぎません？なんで？また勝利。すごい、さ
すが、なんかもう戦隊ヒーロー。おっと、ソイルンショー、おっと。ソイルンショーコースアウトしました。おっと、おい、何やってるんだ、何やってるんだ。ちなみにソイルンショー受賞の吉田さんは、はい、箱に、はい、なあ。ソイルンさんとのチェキが、イエーイ、イエーイ、私だよ。入ってたんですけども、これどういうことなんですかね。ですね、新宿でライブがあった時に来てくださって、そのライブの前にちょっとコソ練をしてくるって言ってました。ここで、はい、この方京都の方と僕聞いてるんですけども、はい、新宿のソエルンさんのライブに行かれてで、ここ来たこのコース走った、ここ来た走ったで、コースアウトした、コースアウトした。何やってんの何やってんの本当に。ちょっとでもライブ来てくれてありがとうございます。とっても嬉しかったです。テレーゼロゼロ、大谷さん2、じゃじゃーん。ということで第2レース終わって、スーパーマッハ5が圧倒的な今6点。いやーすごい。でそれに次ぐのが大谷さんの3点ですので、うん、はい、仮にスーパーマッハ5がコースアウトして、はい、大谷さんが勝つとサドンデス、あ、そうですね、決定レースになるという感じです。おー、でこの段階で、練習された、ソエルン賞のあれ、ボーイはあれ、ここで残念ながら、ナンバーワンからは脱落という。間違いじゃないですかね、ちょっと大丈夫、大丈夫ですか。ちょっとこの結果を受けてとりあえず今コメントをいただいても、いや、そうですね、ソイルン賞に選んだからにはこの中でナンバーワンになってくれると信じてたんですけど、練習もしたし、何やってんのでもライブ来てくれてありがとう。では最終ラウンドスタートです。スイッチオンスタンバイ。いよいよ最終第3レースコースタートを切ったのはスーパーマッハ5。いきなり頭一つ抜け出しています。それに続くのは B ボーイだったんですが、 B ボーイはここでコースアウト。2レース連続のコースアウト。そして圧倒的リードしたままゴール。じゃじゃーん、優勝スーパーマッハ5でーす。あざまーす。すげー。なにこれ。なにこれ。なにこれとか言って。完全勝利という形になってますが。これ BMAX なんで。改造ができないじゃないですか。それだけ本当中身も丁寧に作られたんだなっていうのがすごい伝わります。ちなみに前回の実はカッパーファングのやつらというリモートレースで、うちミニオンカーさんは実は見せ場なく終わってしまってるっていうことがあったんですよ。その雪辱ももしかしたらあったのかな。晴らせましたね。いっけというわけで今回の、マッハフレームなやつら優勝は1ミリオン母さんのスーパーマッハ5になりました。スイッチオン3倍オリジナルに出よう。うわ、早っ。ああ。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。